動画を見るときは部屋を明るくして少しだけ離れてみてちょうだい。エレガントだ仕事ぶり、さすが私。時の海王神がさらわれてしまったようなんで、今回からは私ドミグラス様の秘書ロベルが前回のあらすじを担当することになりました。以後お見知りおきを。前回は魔人ブー編は終わったところで終了したようですね。次は新しくパン本人が出てくる GT 編の開幕ということです。こんなにも糸に簡単に仕事をこなすとはさすが私。みんなこんにちは。さあやってくわよ、スパーキングメテオ。今日もお得にお届けしていくわ、花のパンよ。それでね、みんな前回はたくさんのコメント本当にありがとう。みんなからいただいたコメントの結果、今回やっていくシナリオはこちら、ドラゴンボールGT 編よ。じゃあ早速やってくわよ。おじいちゃん、なんでこんなとこにいるのよ。ごくおじいちゃん、私のこと忘れちゃったの。もうまたおじいちゃんと同じようなこと言っちゃって、私たちちっちゃくなっちゃったおじいちゃんを元に戻すために。あれ、おじいちゃん小さくないじゃない。過去のごくおじいちゃん、そうよ、いいわ、あなたはおじいちゃんじゃない。私はすっごい冒険に出るんだから。うん、出発、行くわよ。いやー、これって GT のアニメの曲じゃない。なんだか鳥肌立っちゃった。早くなんとかしてよね。というわけで不死身の怪物やってくわよ。バトルが始まるわ、気をつけてね。宇宙に散らかったドラゴンボールを集め終え、私なんと実況のパンがダブルに合わさってダブルでコラボよ。じゃあ今回もギルとおじいちゃんとトランクスと一緒に波乱でドキドキワクワクする、GT の冒険に出発よ。ベジータ、ごめん。そうなの、おじいちゃん、ベジータさんが帰省されちゃったのよ。サイヤ人は一匹たりとも逃がしませんぞ。声からしてベジータさんじゃないの。じゃあやってくわよ。はー、そんなやつボコボコにやっちまえ。どこ見てるのかしら。地球の人間すべてを超人化したつもり。痛い、まだ生き残っている。痛い、痛い、まだよ、まだやられるわけにはいかないの。俺はプーさんの胃袋の中に逃げ込んだんだ。痛い、痛い。サタン、おじいちゃんはいつもプーさんに助けてもらってばっかりよ。だからもうお前なんて壊れねえぞ。はっ、やっても意味ないわ。たん、あ、おじいちゃん、倒して。痛い、ちょっと何すんのよ、あんた。一度植え付けた卵は叩き出すことまでできん。あら、おめえをベジータから追い出してやる。おめえを追い出すことはできるはずだ。すげえパワーだ。悟空おじいちゃん、スーパーサイヤ人3になるの。髪が多くて大変そうだけど、どうなってるのかしら。小賢しい。
もうそれですよ、ね、あれ当たってないよ、おじいちゃん。もう少し待ってやろうか。当たってるわよ、ごくおじいちゃん。ナイス。こんなワクワクする久しぶりだぜ。これでもワクワクしてるの、ごくおじいちゃん。ならばこちらから行くぞ。地獄に送り込んでやる。気の済むまで痛ぶってやる。やってやるわよ。あ、またなんか変わってるけど。憎い最悪。はい、まともに眼前で食らっちゃったじゃないの。もうしばらく楽しめそうだな。死ぬ前に見せてやるぞ。原始的なサイヤ人と進化したツフル人のパワーの違いを。どういうことよ。何が起ころうとしてるの。あ、また変わった。サイヤ人、まともに眼前で食らっちゃった。だけはこの手で殺す。魔人ブーの生まれ変わりよね。純粋魔人ブーだったかしら。だから名前もウーブ、逆なのよね。危ない。チョコレートビーム。何それ。期待してるじゃないの。悟空、貴様生きていたのか。そう簡単におじいちゃんがやられるとでも思ってるの。ほら、おめえを倒すまで何度でも戻ってきてやっぞ。さすがおじいちゃん。ほう、しぶといやつだ。しかし何度生き返ってこようが、よくやられながらセリフなんて言えるわね。はあ、かっこいいおじいちゃん。今度のオラ、おめえに負けねえ。痛い。まだよ、まだなんだか。おじいちゃん、頑張って。くらえ、おじいちゃんの龍拳よ。おじいちゃん、あ、おじいちゃん、その格好って、フルパワーになっちまったぜ。あの、変わるの一瞬すぎない、おじいちゃん。は最強のサイヤ人にふさわしいと認めてやる。まだよ。ナイスおじいちゃん、ナイスガード。この手で殺す。今の当たってないわよ。
そろお互い本気出して、決戦の決戦、超最終決戦と行こうじゃねえか。おじいちゃんやっちゃえ。だって大猿じゃないの。痛い。確か大猿は遠距離から攻撃した方がいいんだよね。うわぁ、見えたが、痛い。ふざけな。おじいちゃん、10倍カメハメハを食らわせなきゃ。行かせてもらうぞ。あ、間違えちゃった。違うの、おじいちゃん、その技じゃないのよ。ごめんね、間違えちゃった。あ、ちょっとおじいちゃん離れて、離れて、おじいちゃん危ない。あ、ちょっと違うの、おじいちゃん、そうそう。10倍カメハメハを食らわせなきゃ。あれ、琉球じゃないんだけど。あれ、なんだよ、もう終わりか。あれ、琉球だったっけ。あー、すごい、スーパーサイヤ G4 の琉球もかっこいいわよ。すごい、まずい、まずい、おじいちゃん。相手待ってくれてるわね、ありがたいことに。まだよ、まだなんだからね。違う、まだよ。はぁ、まだ当たれるわ。いけ、ここ、おじいちゃん。あー、当たっちゃう。ちくしょう。ここはダメね。あ、違うの、おじいちゃん。そう、これをやりたかったの、私。で、当たってないじゃないの、おじいちゃん。おじいちゃん。ああ、このまま終わっちゃうなんて。今回の範囲はあれね、10倍カメハメハを知らなかった私が。まずかったのかな。さて、さあ、それじゃあ、ここまで来たわよ。負けないんだからね、あんた。そろそろお互い本気出して。そうよ、決戦も決戦、超最終決戦よ。最終決戦と行こうじゃねえか。リベンジだけどね。どうなるのかしら、この大猿が本当に嫌いね、私。あ、勝ちたいけど。いや、さっきは随分とでかく見えたが。ナイス、おじいちゃん。手にしたことはねえな。でも、まずは貯めなきゃね。さあ、基本的には10倍カメハメハで戦っていくわよ。相手に近づかれないようにするのが大事だけど。はあ、避けられた。ナイス、当たったわよ、おじいちゃん。痛い、待って、危ないわね。基本的にはこれで行ってみたわよ。おじいちゃん、おじいちゃん当たってばっかり。はぁ、もう終わりか。もう一回、いい感じね。さあ、この攻撃を繰り返していくわよ。おじいちゃん、いいわね。次は死なないでよ。これで決めたいけど、どうかしら。もう終わりか。有権よ。決まればいいんだけど。あ、決まったわね。さすが、極おじいちゃん。ベビーの木が消えた。すごいわ、おじいちゃん。終わったぜ。というわけで、クリア。なんとかなってよかったわ。で、トランクス、あんた GT には未来のトランクスは関係ないんじゃないのかしら。さ、キャラクターとして極おじいちゃん GT を手に入れたわね。次は人造人間編よ。これも負けずにやってくんだからね。新しいバトルよ、早くやってみよう。どうした、人造人間が蘇ってきたの。やっぱりそうなんだ。あの世に送
でも私、あのね、戦前の方の17号さん結構好きなのよ。バトルが始まるわ。気を引き締めていくわよ。悟空の活躍によりベビーの野望は強いよだ。しかし平和になったのもつかの間、今度は地獄から蘇り強力になった17号が悟空の前に立ちはだかるのだった。あの世にいる17号さんと現代にいる17号さんがドクターミュート、ドクターゲロによって合体17号になったのよね。とんでもないわね。悟空おじいちゃん、お願い勝って。オラを地獄に閉じ込めてる間、好き勝手にやってくれたな。天下一なに気にするな。今度こそ本当に地獄に送ってやる。この時この世にいる17号さんはどう思っていたのかしら。この程度とは期待外れだな。貴様の技は全て見切った。全て見切った。捕まえたわよ。あいつはちょっと歓迎が甘いんじゃねえか。そういえばそうよね、確か17号さん、合体17号はあれをね、確か気弾を吸収するんじゃなかったかしら。これはこのゲームは反映されてるのか、ちょっとやってみようかしら。実験ね。撃たせてくれないんだけど。あ、なんだなんだかんだって食らってるじゃないの。オラにきっとなんて大ブラフキャワーって。最後に倒したのは18号さんと悟空おじいちゃんのコンビネーションよね。ありゃはぁ、それだけか。大したことねえな。そこか。このまままだ行くわよ、悟空おじいちゃん。スーパーサイヤ人4と17号さんの戦いもまた熱かったのよね。いけ悟空おじいちゃん。本当にスーパーサイヤ人4の形態はかっこいいわよね。スーパーサイヤ人4までは読めなかったろ。行くわよ悟空おじいちゃん。まだよ。まだよ。はあ、これはどうよ。終わりにしてやる。あだよ。なかなかやるわね。地獄に戻れ。そんなか。何よ、恨めしかったのかしら。なんだよ、もう終わりか。どうしたことねえな。おじいちゃんやられてるわよ。いかない。行くわよおじいちゃん、行けよ。この技は何回見てもかっこいいわね。ちゃんとダメージ入ってるかしら。あ、すごいダメージ。すごいおじいちゃん、さすがね。何してやる。そう簡単に技は当たらないわよ。バカ。ターン。基本的に龍拳の攻撃でやっていこうと思う。さあスパーキングモードで入ったけど、どうかしら17号さん。くらえ、悟空おじいちゃん龍拳を。どうかしら。いけおじいちゃん、倒せたわ。さあ次はどう来るのかしら。あら、これで終わり。最後このようにスーパーサイヤ人4のおじいちゃんで倒したっけ。あれ、18号さんと普通の悟空おじいちゃんが倒したと思うけど、まあいいわ、とりあえずここでクリアよ。次からはいよいよ
そう、ドラゴンボールがマイナスエネルギーによって呼ばれた。確かマイナスパワーを持った戦士たちをね、通信牢と戦うの。でもちょうどいいから今日はここで終わりにしようと思うわ。じゃあ今日も楽しくハンガーを届け。みんな最後まで見てくれて本当にありがとう。じゃあ次はインシンランたちの戦いでまた会いましょうね。じゃあまたね、バイバーイ。私もう怒ったんだから、謝ってももう許さないんだからね。おじいちゃん、お願いおじいちゃん、負けないで。私怒ったんだからな。これが生まれ変わったやつの力か。話にならん。そんなことないんだから。おじいちゃん、おじいちゃん。おや、まだ小猿が一匹残ってたか。だが安心しろ、お前もすぐに後を追わせてやろう。よくも、よくもおじいちゃん、よくもみんな、みんな、あんただけは絶対に許さない、あんただけは絶対に許さない。はぁ、あれ一瞬で倒しちゃった。どういうこと、私殴っただけなのに。おじいちゃん、仇は取ったよ。おじいちゃん、仇は取ったよ。あれ、おじいちゃん、よかった、おじいちゃん。ベビーは私